年が明けるたびに今年が令和何年なのかをググって確かめている、記憶力がないことに定評があるゆっくり霊夢です。今年も年越しそばじゃなくてうどんを食べてしまったことはここだけの秘密だぜ。そばよりもうどん派な、太ければ太いほど麺はいいと思っている大胆なマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは諸葛亮孔明の兵法を継ぐ男、馬勇よ。彼の活躍がなかったらまず間違いなく真の天下統一は遅れていたと私は思っているわ。むむむ。三国志末期に真に仕えた武将ってわけか。こいつは面白そうな男だぜ。さて改めて紹介するのは馬勇、あだ名を孔公。真の皇帝の司馬遠曰く、蜀と呉の国以上の強敵であった鮮卑族をあっという間に破った戦いの天才。彼は一体どういった人物なんだ。馬勇派遠州東平国平陸県出身の人物で、若い時から知勇兼備な男で名誉や節義に基づいて行動していた人みたい。251年、時に遠州志士の霊子具は王僚と共に義で謀反を起こそうとしたものの、この計画は失敗したの。当時、霊子具は党に病死していたものの、義王朝はこの謀反に、参加していた霊子具の罪は重いとして彼の墓を暴いて3日間市場に彼の遺体を民たちに晒したの。しかし遺体を放置する期間が終わっても遠州の人々は誰も義から罰せられることを恐れて霊子具のことを改めて埋葬しようとしなかったものの、当時遠州に子役人として仕えていた馬勇だけは、自身のことを霊子具の触覚、だと偽って霊子具の遺体を埋葬し、3年間も霊子具のためにも二服したのよ。故に遠州の人々は馬勇のことを立派な人物だと思うようになり、後に馬勇派衆によって部門十字にまで任命されたみたい。いくら霊子具が直属の上司だと言っても所詮は他人だし、ましてや彼は義において大罪人だぜ。そんな彼のために3年間もも二服せると派馬勇派相当義に厚い男だぜ。司馬遠が義を滅ぼして真の初代皇帝に即位。司馬遠はそろそろ呉を滅ぼして天下統一を果たしたいと思って御事乗りで呉を滅ぼすために、地方において勇猛だと評判な人物を中央に送ってくれ。一応今でも地方の人材を中央に送るシステムがあると反映、人数が少なさすぎる。故に人数の上限を決めず有能な人材をどんどん推挙するように、と書いたの。なもんで遠州の人々は司馬遠の求めている人材はまさに馬勇のような男だ、と思い彼を推挙し、馬勇派中央で司馬徳にまで出世したの。こうして馬勇派活躍の場所を地方から中央に移したってわけか。栄転だぜ。278年、鮮卑族の徳発寿喜能が西北の領州において謀反を起こした。故に領州志士楊錦はこれの討伐に向かったものの、馬勇派楊錦が戦う前から彼の敗戦を見抜いてそれを周囲に話していた。するとまあ馬勇の予想通りに楊錦は戦死し、領州付近は完全に徳発寿喜能に奪われて司馬遠は、これの対処にずっと頭を悩ませていたの。故に司馬遠は会議で、誰ぞ朕のために領州を奪還してくれる勇者はおらぬか、と発言したものの、朝廷の高官たちは誰もが下を向いて黙りこくったみたい。むう、徳発寿喜能に領州を奪われたままだとご討伐に行けない。だけど真の高官たちは誰も徳発寿喜能の討伐に出向いてくれないぜ。朝廷が静まり返る中、馬勇はただ一人前に出て、陛下が私を用いてくれるならば、私が彼の地を奪還してみせます、と宣言した。故に司馬遠は、そやあさ、領州を奪還してくれるのなら絶対に抜擢してやるさ。しかし、君はどういう策を持って賊を打つつもりなのかな、と質問したの。これに馬勇派ならば、陛下、私に自ら、率いる将兵を選ぶ権利を下され、そして私が出自を問わず自ら選んだ3000人の勇者を西に派遣する。この勇者たちに太鼓を叩かせて、陛下の徳を賊に伝えればすぐにでも領州は平定できましょうぞ、と宣言し、司馬遠はこれを喜んで馬勇を部位大衆に任命し、この作戦の許可を出したのよ。司馬遠の徳を敵に伝えれば賊はすぐに討伐できる。なんこのふわふわした答え。よくもまあ司馬遠もこんなこと言っている馬勇を信じて出兵の許可を出したもんだ。
無論朝廷の諸大臣たちもこの馬遊の言葉を聞いて芝縁に、そもそも中央にも地方にも秦国にはたくさんの兵がおります。その兵を馬遊に与えればいいだけで、なんで改めて徴兵をする必要があるのでしょうか。これだけの兵士がいるのにまたもやお金をかけて徴兵すれば国は乱れますぞ。このことだけでも馬遊が無能だということは明らかであり、この作戦は下策です、と述べたものの、芝縁はこれをなぜか無視したみたい。以前霊夢が芝縁のことを解説したことがあるけど、芝縁は結構後を討伐したがっていたんだよな。確かに馬遊の発言はふわふわしているが、領州の族を討伐しない以上天下統一をするのは無理なので、馬遊にかけたってことなのかな。それから馬遊派兵士の徴兵を行い、36金の弩、4金の弓を引ける異常な力持ちだけを徴兵した。それだけじゃなくて馬遊派朝から昼にかけて彼らに弓を引かせてその能力を確認し、即戦力になれそうな3500人ばかりを自軍に加えたの。そして馬遊派、これだけいれば十分か、と思い、すぐに彼らに与える武器のチェック、をするために武器庫に向かった。しかしどういうことか無古霊と馬遊派武器庫で大喧嘩をしてしまい、馬遊派御子中将から弾劾を受けてしまった。故に馬遊派芝縁に、私は戦場において命を懸けて陛下から受けたご恩を返そうと思ったのに、無古霊と北良義の時代に作られた古い武器を我々に提供してきました。陛下は私に族を討伐しろとご命令いたしましたが、これでは到底無理です、と訴えたため、芝縁は馬遊の罪を許して最新の武器と兵糧3年分を彼に授けたのよ。馬遊派戦う前から入念に準備しているぜ。279年、馬遊派ようやく西に出兵して温水を渡って族討伐に出兵した。するとこれを見た敵軍の特発樹機能は数乗りを生かして数万もの軍勢を使い、両外を使って馬遊軍の進軍を止めたり、伏兵を使って馬遊軍の退路を断ったりなどしてきたの。もう絶体絶命ね。馬遊軍は必死こいて集めた3500人が全軍なのに、向こうはなんか数万の軍を率いている。これってズルじゃないか。この絶体絶命の窮地で馬遊が利用したのが、かつて芝将が蜀を滅ぼした時に部下に集めさせた諸葛亮孔明が開発した八陣図という兵法書。馬遊派進軍に仕えていたので、この兵法書に乗っ取って車を陣の周りに置いて守備を固めた。そして馬遊派道が広ければ兵舎を陣の外に置いて敵を防ぎ、逆に道が狭ければ車に屋根を取り付けて敵の攻撃を防ぎながらゴリゴリと進軍し続けたの。そして割と強引に弓矢が届く範囲に進軍し、馬遊軍が弓を射るとその音が聞こえるのと同時に敵兵が倒れていったみたい。無論それだけじゃなくて、馬遊派奇策によってたびたび敵兵を驚かせてもいたようね。馬遊が最初に自分で兵を徴兵したのもこの策を実行したかったからなのかな。この作戦は弓矢の技術がないと成功しない戦略だし、諸葛孔明の兵法が彼の死後に馬遊に生かされているぜ。馬遊派ここで敵軍が鉄の鎧を着ていたことから、道に磁石を配置してこれを特発樹機能軍にくっつけて進軍の邪魔をし、馬遊軍は磁石がくっつかない軽装な鎧を身につけていたためにこの磁石の影響を全く受けなかった。故に敵軍はこんな過酷な地で軽々戦う馬遊軍のことをまるで神のように思った。ようね。それから馬遊軍は千里にわたって戦い続けて連戦連勝して敵軍数千を討ち取ったの。遠くに逃げても馬遊軍には弓矢があるから刺して意味がなく、近づこうとしても磁石のせいで前に進めない。そりゃあ敵軍も馬遊に勝てないよ。一方中央では、馬遊が出兵してからというもの一切彼から連絡がなかったので、馬遊派戦死したのだ、と嘆く者までいた。その後、夜中に馬遊の使者が芝縁の元に到着すると、芝縁はもう大爆笑し、すぐに朝の会議で諸大臣たちに、いやあ、もし君たちの作戦を陳が採用していれば今頃信州、領州は賊軍に、奪われていただろうな、と結構嫌味なことを言ったの。そして御事乗りで、馬遊は貨幣なのにもかかわらず連戦連勝し対抗を打ち立てた。故に彼を仮説、戦意将軍に任命して様々な褒美を授ける、と布告したの。芝縁は周りの諸大臣が反対したのにもかかわらず馬遊を重用し、
多少結果論で張るもののこれが大成功になった。そりゃあウキウキもするぜ。その後、馬竜が V 軍に到着すると異民族の大人、つまり長の卒伐官、勝万の裏はそれぞれ1万余りの部落を引き連れて馬竜に降伏してきたの。そして馬竜箱の戦いの前後で数万余りの敵兵を撃ったり降伏させたりもしたようね。こうなると戦いの流れはもはや決まったようなものであり、後に特発樹機能は部下の裏切りにあって撃たれてしまい、こうして領収はようやく平定されたのよ。よくもまあこんだけ貨幣で勝てたもんだぜ。戦いが終わると真の朝廷では馬竜のみならず、その将兵にも褒美を授けるべきでは、との意見が出たものの、担当官はこれに出兵するよりも前に褒美を授けているのでこれ以上の褒美は不要だ、とこれを一蹴したの。しかし英将軍の要領は確かに馬竜の部下たちは先んじて昇進をしていますが、これは人を集めるために褒美を餌にしただけです。それに馬竜派差して兵を失わず西方を平和にしたわけで、これだけの功績があれば先に褒美を授けたから褒美を渡さない、そんな道理は通らないと思います、と反論し、芝縁はこの要領の意見を採用して馬竜の部下に改めて褒美を授けたみたい。そりゃあそうだぜ。褒美につられて彼らはこの軍事に参加したのかもしれないが、彼らがどんな横島な理由があろうと国のために自分の命を懸けたのは事実。命を懸けたのに褒美がゼロってのはやってられないしな。280年、清兵軍が荒れ果てていたため、これを復興するために芝縁は馬竜を兵予護軍、清兵大衆に任命して精鋭を授け、さらに賀門の一軍を授けて清兵軍に駐屯させた。時に異民族の政権がたびたび辺境を荒らし回っていたもんで、馬竜は赴任すると早々にこの族軍の討伐に出向いた。すると、清兵は馬竜の武勇を恐れたのか謙遜な地を頼って守備に徹してきたため、ここで馬竜派相手自軍の兵士すべてに農具を与えて彼らに農作業をさせたのよ。これを見た族軍は、馬竜派我々を討伐するつもりはない、と一瞬油断してしまったの。当然馬竜派この隙を見逃さずに緩急をつけて軍を率いて敵軍に向かって突撃し、これを大破した。故にこの結果から清兵はますます馬竜を恐れるようになり、彼が赴任している間は軍を争おうとしなかったみたい。馬竜派敵軍の油断を見逃さない。まさに戦いの天才とも言える男だぜ。290年。この時になると秦はとっくに呉を滅ぼして天下を統一しており、馬竜派方向健康に報じられて東京高尉に任命された。馬竜の威信は十数年にわたって老竜に伝わっていたものの、ここで薬用大衆であった玄女という人物は死んで権力を牛耳っている楊春と親交があったため、馬竜を罷免して自分が、馬竜の地位につこうと画策したの。故に玄女は中央に、馬竜派盲老人で彼に軍事は無理だ、と伝え、玄女の狙い通り馬竜派中央に呼ばれて馬竜の職は玄女が引き継ぐことになった。すると異民族である帝族、強族が集まって人々はこれを不安に思うようになり、さらに中央でも漢中、老政が再び乱れるのを、恐れたので玄女を罷免して代わりに馬竜を復職させた。そして馬竜派そのまま病死したみたい。置いてもなお、異民族から恐れられた男だったわね。体は置いてもその頭脳は置いなかったってわけか。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。設備に厚く、軍事にも秀でている。自由兼備の名将だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。